小ロマン派、フェリシアン・ロップスによるアロイジウス、ベルトラン、ヨルノガ・スパールの差し絵19世紀フランス、ドイツ、イギリスのロマン主義文学において、小ロマン派と呼ばれる一派があった。特に、フランスで1820年代以降、ETA ・ホフマンの紹介が始まると、その影響を受けて、幻想的な作品を生み出すようになった作家を指し、ノディエやゴーティエ、さらには、バルザック、 メリメ、デュマラも、その影響を受けた。批評家の外ン・ピコンは、これらの作家は、その輝かしい名前によって追いやられた、無名性だけでなく、物悲しい女情性,性、社会的、刑事情学的な反抗精神、不気味なものに対する、喜び、熱狂的ロマン主義といったより、根本的な特徴を共有していると述べている。1896年に、友人汗は、 小ロマンパについて、ロマン主義の名のもとに、今世紀の中頃にあれほど激しい輝きを投げかけた文学運動について、我々がもし、そのような運動から離れ、しかも今ようやくその功績が認められた意外な作家のみを取り上げるのであれば、この運動についてよくわかっていないことになるだろうと、述べている。マックス・ミルネールによると、この一般名称は、部別的とは言わないまでも、 王平差が感じられるこの表現によって、これらの作家がこれまでどのような意図で研究されてきたか、そして今後もどのような意図で研究される可能性があるか、まさにそのような意図を反映している。ウィリー・ポール・ロマンは1950年代初頭には2種類のロマン主義があった。一つは有名な作品だが、もはや面白みのないもの、そしてもう一つは、 その豊かさがまだ過小評価されているものである。良き時代のアルフレッド・ド・ビニーやシャルル・オーギュスタン・サンとブーブについてはもはや語るべきことがほとんどないのに対してジェラールド・ネルバルについては我々はまだ理解し始めたばかりで、シャルル・ノディエに至ってはこれからその全貌が明らかになるという現状であったという。バルザック、セラフタ・サシエ19世紀の小ロマン派は文学愛好家。 初子愛好家であったポール・ラクロは、シャン・フルーリ、シャルル・モンスレ、シャルル・アスリノー、ジュール・クラルティー・ラノによって研究されてきた。マックス・ミルネールは、彼らには、共同墓穴に侮蔑された者たちがみんな一緒に、入れられているから掘り起こすのが困難であった人物を、忘却の淵から救うための豊富な知識があったと、評している。ショーロマンパという用語は、グザビエ・フォル・ヌレなど、 個々の作家を指すこともあるが、ビクトル・ユーゴーなどの作家に影響を受けた一派を指すこともある。テオフィル・ゴーティエのロマン主義の歴史によると、ゴーティエ、ネルバルらが、ヨハン・デュ・セニュールのアトリエに集まり、プチ・セナークルを結成した。この集まりには、ジェラールド、ネルバル、アウグストス・マケ、フィロテオネディ、ナポレオントム、ジョセフ・ブジャーディ、セレスタン・ナントイユ、少し後には、ゴーティエ、 さらに後には、ペトリュス・ボレルランが参加していた。友情で結ばれたこれらの青年たちは、画家や彫刻家、版画家、建築家、あるいは建築を勉強している者などであった。彼らは1830年のエルナニ事件で結びつきを得て、オネディが社会に反逆する、刑事情学的十字軍、思想の三族たちと呼んだように、文学において芸術のための芸術を主張しただけでなく、 政治的にも、宗教的にも、反権威的な思想を持っていた。エルナニ事件で騒ぐ、ロマン主義者たちジャンリュック・スタイン・メッツは、1830年の、フランスの熱狂の15年後の1991年に、ノディエ、アルフォンス・ラップ、オネディ、ボレル、アルフォンス・エスキロス、ピエール・フランソワ・アラスネール、レーモンド・ブラッカー、ジューレル・ルフェーブル、ドーミエ、 ホルヌレラのグループに再定義すると訂正した。スタインベッツは後に、この表現はマイナーな作家だと貶めることのできない。これほど多様な多くの異なった個性を含むには明らかに狭すぎると評している。マリー・イーブ・テレンシー、小さな晩餐放浪の修道院長、ボエーム・ジュドインといった名称をつけられることで、最近になってようやく発掘。 再評価され始めたと述べている。アンドレ・ブルトンは、黒いユーモア選手で、シーロマン派の重要な地位として、真に唯一、私たちの前に現れた、この主題を規定した、大いに試験による選択により、ピエール・フランソ・アラスネール、ペトリュス・ボレル、グザビエ・フォルヌレ、フランス以外では、トマス・ド・クイン・シー、クリスティアン・ディートリヒ・グラッペを挙げている。シーロマン派の、 主な人物、関連する人物見直されるべきロマン主義の作家、A.B. ジャンリュック・スタイメッツ、幻想文学 A.B.A.B.C.D.E.F.G.H. 渋沢、悪魔のいる文学史、ブーザン語とは、当時水平の被っていた川の帽子のことで、彼らの過激な一派が街頭で騒動を起こして、逮捕された時に歌っていた歌の文句の、ブーザン語を被ろうよから取られてこの呼び名がついた。ブルトン、 中村信一郎、役者橋垣。ありがとうございます。